フランケ・ペトリー、1975年6月1日帯は、ドイツの政治家。科学の博士号を持ち、企業経営者だった時期もあった。2013年に設立された、新党ドイツのための選択肢の3人いた党代表の1人に選ばれ、同時に党作選修支部代表を兼任し、強固な支持基盤を地元作戦で作った。2014年、 ザクセン州議会議員に当選する。二千十五年七月四日、ノルトベストファーレーン州のエッセンで開催されたアフド臨時党大会において、イエルクモイテンと共に党首に選ばれた。二千十七年九月二十四日に投票が行われた二千十七年ドイツ連邦議会選挙に、際してドイツのための選択肢の候補者として、ザクセン州ザクセンスイス小選挙区で得票第一位に、 なり当選した。2017年ドイツ連邦議会選挙の翌日、ドイツのための選択肢連邦議会議員団に属さないことを告知した。2017年9月末、ドイツのための選択肢から離党した。ペトリーは、党内右派の国民保守主義派とみなされていた。コンビナートに勤務する科学者の妻とエンジニアの夫の娘として、ペトリーは、東ドイツのドレスデンで生まれ、 1989年まで、ニーダーラウジッツ地方シュバルツハイデで育った。父は、ベルリンの壁崩壊以前に、西ドイツに移り住んでいて、彼女は、後から、母親と共にノルトベストファーレン州、ベルクカメンに向かった。ペトリーは、ザクセン福音ルターハ宗教会で洗礼を受けており、夫のスベン・ペトリーもザクセン州でルターハ牧師として、働いている。 夫婦には4人の子供がいる。2015年10月初め、夫と別居してアフド・ノルト・ライン・ウスト・ファーレン州支部、代表マルクス・プレッツェルと関係を持っていることを明らかにした。夫スベンはその間に、キリスト教民主同盟に入党している。ペトリーは、副業として、オルガン奏者と合唱指揮者としての訓練も受けている。2008年から2014年まで、 ライプツヒ星学アンサンブルの一員であった。1995年、ペトリーはベルクカ面のノルトベストファーレン州立ギムナジウムでアビトゥーアを受験した。その後、彼女は小学生として1995年から1998年までイングランドのレディング大学で科学を学び、自然科学の学士号を得た。その後ドイツに帰国し、 1998年から2000年まで、ゲッティンゲン大学に在学し、ディプロームを得ている。大学在学中にシェリングトバイエルといった、科学系企業で、アルバイトとして働いていた。2004年、ペトリーは、ゲッティンゲンにある薬理学と毒性学に関する、ゲオルク・フリードリヒ・カール、カレン・ヒルシュエルンスト研究所で、ABC 輸送大 ATP 結合化セット輸送体、 に関する学位請求論文により優等の評価を得て、博士号を授与された。その後、薬理学と毒性学に関する研究所で学術助手になり、人間遺伝学研究所で博士研究員になった。この時期において彼女は、バイオケミカルバイフィシケル、リサーチコミュニケーションズ、バイオケミカルジャーナル、キャンサーリサーチ、ケミストリー、 栄ヨーロピアンジャーナルなどの科学や医学専門誌に論文を発表していた。1998年から2001年まで、ペトリーはドイツ科学者連盟の若手科学者フォーラムの指導部の一員として、1998年から1999年までは科学者連盟のスポークスパーソンであった。さらに、彼女は英国の王立科学会の会員でもある。 2007年3月、ペトリーはライプツィヒシ・プラグビッツ地区にプラスチック加工会社プリンベントゲームベイハーという有限会社を設立した。それはポリウレタン合成物質を生産する企業であった。この企業は現在新しい経営形態に変わっており、2011年以降3人の共同経営者によって運営されている。この考え方は発明家でもある彼女の母に、 由来している。ペトリーと母は多量の水分を含んだポリウレタン新規物質、その製造方法とその適用という特許を共同して得ている。ペトリーは革新的企業設立に関して企業家として際立った存在であり、とりわけこの企業設立によってドイツ連邦共和国功労勲章の受賞と7万5000ユーロの賞金をダルボーン賞によって得た。 2013年末、ペトリーは自身が設立したプリンベントゲームベイハーが債務返済能力を喪失していることを明らかにするのを迫られた。続いて、ペトリー個人も債務返済能力が喪失した状態にあることが判明した。債務返済問題は彼女自身がドイツ国民だったため、法律上当然のごとく生じたのである。 彼女が設立したプリンベント・ケームベイハーは2014年に南ドイツ投資コンソーシアムに買収され、企業名称もプリンベント・システム・ GMBH に変更された。なお、企業の創業は継続されている。ペトリーはこの新企業においても引き続き取締役として経営に関与している。2014年のザクセン州議会選挙の3日前、 ライプチヒ検察がペトリーにおける返済能力喪失状態の不当延長に関する疑惑に対して捜査を開始することを明らかにした。検察によると返済能力喪失状態の規定に基づいてこの捜査は開始されている。2013年6月において該当企業会計監査は2012年の段階で 対借対象表において28万ユーロの債務超過であったことを明らかにしていた。それに対して、ペトリーは2014年6月になって2013年ドイツ連邦議会選挙前に不正行為を避けようとした結果だったと弁明した。ザクセン州議会選挙の直前に行われた検察による告発と捜査手続き開始の公表は、 政治的動機によるものであったとペトリーはみなしている。破産犯罪人は、届け出の遅延という認識は示していなかったと、ペトリーは語っている。シュピーゲル氏によると、検察の捜査は成果を上げられないまま終わっている。コンラート・アダム、フラーケ、ペトリー、ベルント・ルッケ当初、ペトリーは、アフド設立を支援する団体のザクセン収支部、代表であった。 ヘッセン選手オーバーウルゼルで2013年2月に開催された設立党大会において彼女は副代表に抜擢された。2013年4月14日の党大会においてベルント・ルッケ、コンラート・アダムと共に党の代表に選出された。ルッケ・とペトリーは対極的見地から意見を述べ党大会に出席していた。国民保守主義者と 経済自由主義者の間での党内権力闘争の結果、2015年7月4日のノルトベストファーレン州エッセンで開催された臨時党大会でフラウケペトリーは総得票の約60%の支持を得て新党首に選出された。イエルクモイテンもその臨時党大会で2015年12月まで党則により党首として選出された。 臨時党大会におけるルッケの皇鉄と連邦党、指導部の入れ替えは政治的受けがお示し、右派の圧勝劇として政治学者たちから批評された。ラーズ・ガイゲス、ステン・マルク、フランツ・バルターなどの政治学者たちとグドルン・ヘンチェス、ユルゲン・ファルターとフランク・デッカーらは、フラウケ・ペトリーをアフド内の国民保守主義者派の中心人物とみなしている。ペトリーはアフド、 ザクセン州支部代表である。2013年、ザクセン州支部役員選出選挙において89.1%の支持を得て、党の州代表に選ばれている。2013年ドイツ連邦議会選挙において、アフドはザクセン州で第2票では6.8%を得た。2014年ザクセン州議会選挙に際しても、ペトリーは再度ザクセンの党支部代表として臨んだ。 彼女は、ライプツィヒ周辺地域一の第23選挙区の小選挙区候補者として、キリスト教民主同盟41.7%、左翼党20.2%、ドイツ社会民主党15.7%という、競争相手に続いて10.8%の第一票を得た。彼女は、党の州リストに掲載されていたため、第6回作戦州議会議員に選ばれた。 アフドの初代衆議会議員団代表にも就任した。ペトリーは会計予算委員会、並びに、環境、州経済委員会副委員長、学校、スポーツ委員会、刑法犯罪対策、社会的平等、社会統合実現委員会、経済、高等教育、文化、メディア委員会、議員規則、不逮捕特権関係委員会に属している。 アフド投手ペトリーとアフドノルトラインベストファー練習支部代表マルクス・プレッツェルの指摘関係が2015年10月に明らかになったため投手としてのペトリーに利益相反行為が生じたと政治学者のハインリヒ・オーバーロイターはみなしている。オーバーロイターはペトリーがプレッツェルを連邦党指導部に加えようとしたことを厳しく批判した。 政治と指摘事項の厳格な区別は政治的公職についているものに適用されるからである。2017年ドイツ連邦議会選挙に際してドイツのための選択肢の候補者としてザクセン州ザクセンスイス省選挙区で得票第一位になり当選した。議会選挙の翌日、ペトリーはドイツのための選択肢連邦議会議員団に属さないことを表明した。 その前日の選挙投野に彼女は、党の指導者で、連邦議会選挙筆頭候補のアレクサンダーがウラントを厳しく批判していた。選挙前の2017年4月の段階で、ドイツの振興ポータルサイト、コレクティブが、ペトリーには、ドイツのための選択肢連邦議会議員団に、加わらない可能性があることを報じていた。連邦議会選挙後、ザクセンアンハルト議会党議員団長、 アンドレポーゲンブルクと連邦議会選挙筆頭候補のアリス・アイデルからペトリーに離党勧告が出された。2017年9月のドイツ連邦議会総選挙でペトリーはアフロを第三会派として国政に進出させる原動力となったが同月26日アフロから離党する意向を表明した。2017年9月末にペトリーはドイツのための選択肢を離党した。 同年に青の党を結成。地方新聞である中林元州新聞のインタビューにおいて、ペトリーは欧州連合の持つ権限を弱めさせることに賛成し、ブリュッセルの EU 官僚たちに食られている欧州の非民主的現状を嘆いた。ドイツにおける亡命者、難民被護権は政治的迫害の真の犠牲者たちに限定されるべきであり、勤労権が尊重されるべきであり。 経済難民に関しては彼らがどれだけ大勢な存在であってもあくまでも法的規定にのっとり厳格に対処すべきであり移民はあくまでもドイツ国内の必要に応じて受け入れを調整すべきであると述べた彼女はドイツ人労働者が労働市場で優先される必要があるとも付け加えている欧州外からの移民は欧州域内に入国すると 欧州諸国からの社会保障給付を得てしまっている現状を指摘した上で、宣言協定によって、組織犯罪対策が迫られていることに関連させて、移民の福祉給付ただ乗りを批判している。2016年1月末、欧州議会議員でアフド、ノルトラインベストファーレーン州代表のプレッツェルの2015年11月1日における国境警備に関する発言を、 ペトリーは追認した。国境警備を担当する警官は、違法な国境通過行為を阻止するために、やむを得ない場合は拳銃を使用して阻止する必要があるとペトリーは、マンハイマー・モルゲンのインタビューで語った。この国境警備に関する等の見解は、とりわけ警察労働組合側から批判を受けた。シン・オスナブリュック新聞と、シン・ベスト・ファーレン新聞によれば、ペトリーは、 人口妊娠中絶法改正のための住民投票を提案している。それがドイツにおける少子化を改善する兆しになるとみている。政治は自国民の生き残りを確保するという責任を担っており、そのためにはドイツ人家庭は3人の子供を持つことが望ましいとしている。ペトリーが人口妊娠中絶問題を移民、通貨政策、欧州連合改革と 同様な中心テーマとして、住民投票を行うに賛成していることを、党のスポークスパーソンも認めた。ペトリー個人は、党の決定を経ていなくても、人口妊娠中絶法改正に関する国民、投票を提案できるとみなしている。ドイツの経済誌、ハンデルスブラッドのインタビューにおいて、彼女は、打体問題に関する国民投票に反対したと、報道されたが、これは、 新聞側の誤解であった。2011年、ペトリーは国際女性デーを肯定していることから、女性比率制度導入を支持している人物とされていた。1975年に、東ドイツのドレスデンで生まれたペトリーにとって、国際女性デーは空気のような存在であった。ノルトベストファーレーン州出身の夫、スベン・ペトリーよりも、 国際女性デーへの支持が強いのは当然である。男女同権というテーマを中心点に置きながら国際女性デーという記念日を彼女は祝っている。ペトリーは男性的視点に刻印された労働世界を批判した。男性企業家に対して子供を育てた経験の有無を銀行は問わない労働時間が依然として大抵男性によって左右されている。 といったことをペトリーは批判した。効率的に働いているように思えても男性は十分に考慮することなく超過勤務を自慢していることも彼女は批判した。2014年11月、ペトリーは執行役会における女性比率制度を真の男女同権の達成実現のための正しい方策ではないと見ました。社会学者。 ヤスミンシリとアンドレアス・ケンパーはペトリーをアフロの政治家としての言動からアンチフェミニストと呼んでいる。ありがとうございます。